もちろんクリスマスシリーズです。ホイップも参加することができて嬉しいです。今日は水引きでツリーやって面白そうやな。こんにちは。今日はクリスマスツリーを作ります。これはとっても地道な作業をしなくてはなりません。でも出来上がった時は達成感を味わえますよ。では早速始めましょう。水引きは90cmなので、8本分を4センチに切って180本用意します。それと3から 3.5 センチに切って15本分だいたい用意します。これをすべてワイヤーで固定していきます。まず30センチのワイヤーを半分にして、5ミリほどの輪を作ります。そこに3センチの水引きを挟んでいきます。だいたい真ん中にしてください。正確に真ん中じゃなくてもいいです。ただ爪と爪を合わせてきっちりつけてください。水引きが折れるぐらいでも大丈夫です。15、6本並べてつけられたら、さらにこれをひねります。上から見るとこんな感じですね。それを、軽く折り上げます。軸になります。そして、これは24センチのワイヤーで4センチの水引きを12、3本並べて留めました。同じようにねじって両端を折り上げてます。これを3本作ります。で、先ほどの、軸になるまっすぐの部分につけていきます。ワイヤーで留めます。
して、これが22センチのワイヤーで4センチの水引きを14、5本並べて留めました。これも3本作ります。で、その下につけていきます。最後にこれは18センチのワイヤーで4センチの水引きを17本ぐらい並べて留めました。これを全部で6本、5本でもいいと思いますが6本作ります。最後につけていきます。はい、最後の6本もつけました。6本つけるとこの下から見た時ちょっと分かりにくいですが、雪の結晶みたいで綺麗なんですよ。では最終はこのフラワーテープを巻いていきます。もし最後の長さが、違ってたりしたら、切り落としておいてくださいね。はい、こんな感じですね。で、例えばですけれども、こんな手芸屋さんで売ってるフェイクの苔ですね、モスグリーンを入れてみたり、また、雪に見立てた綿を入れてみたりして、そこに今粘土使ってないですが、一番底を粘土で土台にしていただくとしっかりつけられます。初めにワイヤーで作った輪っかにした部分ですが、そこに、今回はやはり水引きで作ったこんな玉結びですね、これを飾ってみます。どうでしょう、やっぱり一
一番上は星様がいいでしょうかね。そしたらちょっとこの辺り、いかがでしょうか。はい、クリスマスツリー完成しました。